皆さんこんにちは、もじあげたチャンネルです。今日はですね、前回やりました70-200mm の方の、中望遠レンズの方ですね、こちらの方で、ドッグランの方で犬を対象とした、動物対応の AF の性能、そちらの方ですね、これ今ご覧いただいているですね、こういう形で瞳 AF、 動物対応のですね、瞳 AF だとか、動物の方の顔認識だとかっていう、AF 性能を検証したんですが、ニコンの真面目さっていうのがちょっと出ていて、ある程度のパーセンテージが動物としてのですね、認識がこうパーセンテージが割れた時に、その被写体の方の黄色い枠、がちょっと消えてしまって、逆にそれが、カメラマンにとってシャッターを押すっていうところの、ネガティブな要素、シャッターを切るというその判断を鈍らせるというか、そういう風になっていたんじゃないかと思うんですね。これは真面目さっていう反面、カメラマンにとってはちょっと、不親切というか、もうちょっとパーセンテージを下げても、そのある程度のですね、これはもう猫なんだとか犬なんだとかっていうような被写体をこう特定できるようなサインがあると安心してシャッターが押せたんじゃないか、そんな風に思ったわけです。今回ですね、私の手持ちの方の、ニコン Z マウント 2470F1.8S シリーズのこのレンズ、こちらの方で今回は、あまり動かないと思われる猫、こちらのですね、動物をちょっと被写体にしまして、動物対応のですね、この AF の性能、こちらの方をちょっと検証したいなと思っております。近所にですね、今こういう形で、猫のたまり場みたいなのがちょっとあるもんですから、そちらの方に行っております。ご覧ください。これ今ワイドエリア AF 動物対応でですね、やっております。やはり、猫の場合ですね、犬と違って動きがあまりないので、結構瞳、こういう形ですね、瞳に対する AF っていうのがちゃんと認識されております。本当はこういう場面で顔の認識だとかっていうのをしてもらえるとですね、こうあとはカメラマンの方は画角に任せて、いい条件でこうシャッターを押すっていうような形にもなると思うんですね。こういう寝転んでる姿だとか、背中を向けている場合にでもですね、やはりある程度の黄色い枠っていうのはこう出してもらいたいんですよね。これ今ご覧いただきたいんですが、ほとんど顔を中央に寄せているんですけど、やはり顔認証、動物対応の顔認証とか、あと瞳 AF の枠の方は出てないんですね。これなんでなんですかね。ちょっと問題あるかなと思っております。今これワイドエリア AF なんですけども、あんまり今回その猫が何匹もいて、どの猫に AF を合わせたらいいかっていう、こう迷いがないもんですから、これオートエリア AF でもよかったんじゃないかな、ちょっと後で気づいてですね。で、後ほどそのオートエリアの方でやったっていうような、ことになります。本当は今、こう現状でですね、もうちょっとこう、遠く目にいた場合でも、やはり猫の顔の認証、これをちゃんとしてほしかったなってあります。ただですね、AF が決まった時のこの写真、もうガチピンで、すごく絵になる写真っていうのは、この2470、あと Z7-2 の方、このカメラですね。こちらではちゃんと写し出してくれています。で、こういう鉄柵の時にでもですね、前回の犬の時の場合はちょっとボケてしまっていたんですが、カメラの方がちゃんと猫と認識している場合には、この鉄柵っていうのはちゃんと避けてもらって、ご覧の通り、猫のですね、瞳にちゃんとピントが当たって、ガチピンで、描写の方はされております。AF の方ですね、こういう形でもう目視っていうの形で、目にこう、きちんと当たっております。ただ右目、左目ってこう結構、焦点がこう当たっているんですけども、AF のこの枠がですね、右に行ったり左に行ったりっていうのがあるので、ここもある程度パーセンテージを下げてでもいいから、どちらかにこう決めてもらいたいっていうような、そういう部分はあります。ただ、そうではなくてもですね、ご覧の通りですね、ガチピンであることには間違いはないんですね。あとは、その
AF の枠をどういうふうにこう固定するかっていうところに注力を当てていただいて、あのパーセンテージが下がったからといって、その AF の枠を消すだとか、ちょっとそこら辺は、あのもうちょっとあの改良の余地があるんじゃないかなと思っております。もう十二分にですね、こう解像度っていうのはあるもんですから、あとは本当にその枠としてのですね、問題じゃないかなと思います。もうご覧ください。こう、近、もう拙者に近いような場合でもですね、この瞳 AF っていうのは本当に素晴らしい写真、映し出してくれております。本当はこの透明で、ここら辺でも本当にこう、顔認識、瞳認識っていうのはこうしてもらいたいんですが、ある程度時間が経った時にこう、ん?って感じでこう、来るんですよね。あと、こう、やはりこう、近づいた時にカメラがようやくね、動物だっていうような認識があるんですかね。これぐらい近いと、猫のですね、こう顔認識っていうのはちゃんとされるみたいなんですよね。やはりこう、こうですね、こういう形で、このある程度の、近さっていう場合で瞳認識あるんじゃないかと思うんですね。この Z の2470というのは、やはり遠目のものを撮るというよりは、近場の、まあ、人物撮影だとか、まあ、そういうポートレート向けだとか、まあ、そういうようなレンズなので、あまりその望遠端の方で撮るような、場合の、その動物に対する AF っていうのは、案外弱いのかもしれないですね。まあ、あまりそれ専用のレンズじゃないって言ってもいいかなと思います。このようにある程度近づいて、こう、ある程度ですね、こう、顔がこう認識できるみたいな、それぐらいの距離によって美しい写真を撮る、まあそういうようなレンズなんじゃないかなって改めて思いました。もうでも出てくる写真というのは、本当に素晴らしい、解像度。っていうのはもう全然保証済みなので、そこら辺は全然問題ないです。今回もですね、ある程度この F 値 2.8、開放の方で撮って、ピント面がですね、顔だったり、瞳だったり、集中するような形で、あとはこう前後の方のボケ感で、こう近視感を出すというか、臨場感を出すというか、そういうような撮影にしております。でご覧ください。問題はこの目が閉じてる時ですよね。こういう場合でもやはり顔の方に黄色い枠っていうのは、あってもらいたいな。でも、瞳を閉じてもですね、この、その目の線というか、そこら辺の瞳の、確認をしてもらいたいなというのがあります。ここで、ワイドエリア AF の方から、普通のですね、オートエリアの方にちょっと変えて、撮影の方を切り替えております。オートエリアの方にすると、こういう形でですね、今のこの外枠の赤い枠があるんですが、その中にいる動物ですね。こういう形ですよね。今白い方の猫で、こういう形で今、撮影の方に、もう全然ガチピンで問題ないです。これもですね、もう全然問題なく、撮影の方はできております。動物の方の顔認証ができない場合というのは、こういう赤枠ですよね。赤いこうタイルみたいな、そこら辺の方でピントがちゃんと合っておりますので、この赤いタイルの方で当たっている写真と、瞳 AF の方でちゃんと当たっている写真を比べてもですね、そんなに遜色はない写真がちゃんと出力されております。今これもうガチピンで、この、猫をですね、真上から、アップの方で写真撮ったんですけども、本当に拡大してもですね、全然問題のない、写真の方が、撮影できております。こういう猫の後ろ姿とかですね、これもちゃんと本当は、黄色い枠、やってほしいんですけど、あとこういう猫がこう近づいているときにですね、ある程度の距離に行かないとこういう形で、瞳 AF だとか、猫の方にですね、顔認識っていうのはこうしないんですよね。まあ、瞳 AF が当たってる時の、AF っていうのはもうかな、もう、素晴らしい写真の方を、出力されるっていうのはもう全然問題ないんですけども。あとはやはりですね、こういう時、今これコントラストの方が、耳の後ろあたりに一番こう、コントラストが高いので、やはり AF がそっち寄っちゃってるんですよね。動物としてこれは、動物の頭の上から映してるんだっていう、多分そこら辺までの考えがなくて、顔はどこなんだろう、目はどこなんだろうっていうような、多分そういう、AI のですね、ディープラーニングの方で、そういう判断をしてるんじゃないかと思うんですよね。だから、この場面で、顔認識だとか瞳認識をさせようと思うと、猫の、顔の正面に出てですね。こういう形で、猫の顔の正面に出て、初めて瞳っていうのが、ここにあるんだっていうような、多分、そういう位置的な、
多分 AI の方が働くんじゃないかと思います。でもそういう場合のですね、猫の顔のこの鋭さ、あと解像度っていうのは本当にもう素晴らしい写真です。はい。この猫を2匹いるんですけども、手前の猫をぼかしてですね、で、奥の猫を、まあ、こう、下にさせると。で、奥側の方のタイルですね、アスファルトの方のテカリを、まあ、玉ぼけにするっていう、まあ、こういうような写真の方も、こういう形で全然問題なく、綺麗に、解像度よく撮影できております。で、今度は逆にですね、手前の白い猫の方にピントを合わせて、で、背景の方に、まあ、仲間の猫がいて、っていうような形も、全然問題なく、撮影の方はできております。やはりですね、こういう寝てる猫の写真、こう、撮りたいなっていうのはよくあるかと思うんですけども、本当にですね、この2470を使った時、拙者に近いような、場合ですよね。こういう場合には本当に素晴らしい写真、写し出してくれております。本当はこう、階段とかにですね、こういる、この近づいてくる時のですね、こういう場合も、全然問題もなく、今これ瞳じゃなくて、この、眉間というか、まあ、ここに今、ピントがあったんですが、それでもですね、素晴らしい猫の、この拙者の、拡大写真というのはできております。横顔でどれくらいまでこの AF っていうのは効くか、顔認識、動物の方のですね、顔認識が効くのかなって、ちょっとこう今粘ってみたんですが、本当はこの、この右側のこう目にこう、ピント合ってほしいかなと思うんですが、やはりちょっと横顔という、多分、AI の方が判断してないのかな、まあ動物であることは確かなんだから、なんだけどっていうような感じだと思います。やはり真正面からすると、両方の瞳、ちゃんとこういう感じでですね、もう素晴らしい解像度で、写真の方は、撮影できております。ぶどまりも全然問題もなく、ボケたっていう写真は、一個もありませんでした。最後にですね、この、Z7II の方と、あと2470の方で、4K60P の方で、ちょっと動画の方も撮影しました。これもう全然猫が正面を向くとですね、ちゃんと瞳 AF が効いていて、自動的に、AF が、ちゃんと瞳に映ってですね、解像度の素晴らしい動画、もうこちらの、撮影というのも全然問題もなくできております。これまあ、手持ちで、もう全部やってるんですけれど、やはりこう、止まったようなですね、ものは、まあ、ジンバルだとか、三脚いらずで、もう本当に手持ちでですね、こういう形で何かこう、あった場合ですね、全然問題もなく動画の方の撮影もできます。まあ、今度出るですね、Z9。ここら辺が多分おそらく、まあ、速攻のポイントだとかですね、まあ、そういうところが、こう、Z7II の何倍も増えていますので、おそらくは今度は、そこら辺の、AI のですね、ディープラーニングの方も、鋭さを増して、で、なおかつ、AI の方の精度もすごく上がってるんじゃないかと思っております。さあ、いかがだったでしょうか。今回のニッコール Z マウント 24mm から 70mm F 値 2.8S シリーズの動物対応の AF の性能。前回ですね、70mm、200mm の方の中望遠の方で、まあ、ドッグランの方でですね、犬の、まあ、AF の、動物対応の AF の性能を、行ってみました。で、今回の方は、まあ、猫でですね、まあ、こちらの動物対応の AF の性能を、検証してみました。出来上がった写真に関しては、何の問題もなく、ガチピンでですね、鮮明な写真を、出力できたっていうのは全然問題ないんですが、カメラマンの立場として、その、瞳 AF だとか、あとは顔認証の黄色い枠、ここら辺の表示っていうのが、やはりある程度のパーセンテージが下がった時に、消してしまうっていうのは、まあ、ニコンの正直なところの、まあ、正直さっていうのは出てたんじゃないかと思うんですが、カメラマンの側の、まあ、立場に立つとですね、ある程度パーセンテージは低くても、やはりそこら辺の黄色い枠っていうのは出してほしいなと思いました。まあ、今回ですね、発売される Z9 っていうのは、そこら辺の不満っていうのがかなり解消されているような噂を聞きますので、まあ、それ以前にですね、発売されている、まあ、今回のような Z7II とかにも反映してほしいなと思っております。ここまでご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方と、チャンネル登録よろしくお願いいたします。